9月22日夕方、鈴木財務大臣は財務省で記者会見し、政府日銀が同日に実施した円買いドル売り介入について、足元の為替市場では、統計的な動きも背景に、急速で一方的な動きが見られた。政府としては過度な変動を憂慮している。為替 相場は市場で決定されるのが原則だが、当期による過度な変動が繰り返されることは決して見過ごせることではないと、為替介入に踏み切った理由を説明しました。その上で、引き続き為替動向を高い緊張感を持って注視し、過度な変動に対しては必要な対応を取りたいと述べました。円相場の動向次第では、 追加介入に踏み切る可能性を示ししました鈴木大臣は今回の為替介入について米国政府の了解を得たのかとの質問に対し昨年の段階から主要7カ国財務省中央銀行総裁会議等で為替の過度な変動については日本の憂慮という話をしている日本として立場を理解してもらうための 表明をしているし今日も連絡を取り合っているとしつつ各国の反応についてコメントは避けたいと説明しています為替介入の具体的な時刻や介入規模についても手の内を晒すようなことは申し上げないのが常識だと思うと言及は避けました22日の外国為替市場では円相場が一時1ドル145円台と 24年ぶりの円安水準を更新しました。政府日銀は急激な円安を阻止するため、1998年6月以来、約24年ぶりに円売りドル買い介入に踏み切りました。今回の介入は日銀の目的である物価の安定と金融システムの安定を考えると、 やっと仕事を始めたかと思いますが、重い腰を上げるのが遅すぎて、はっきり言って焼け石に水です。このような手遅れな対応では、物価の安定と金融システムの安定を実現できないんではないでしょうか。政府と日銀は、後手後手な対応を見直し、世界に先駆けた対応を取るべきです。 政府と日銀の対応は相変わらず遅いと思う方はチャンネル登録と高評価を押していただければ助かります。ご視聴していただき本当にありがとうございました。